はい、皆さんこんにちは、下野さんです。いつも YouTube、Facebook などいろいろ見ていただいてありがとうございます。はい、今日ご紹介するのはですね、ちょっとまだ開けてませんけれども、Amazon さんからですね、届きました商品でございます。これは何かというとですね、じゃじゃん。iPhone 5S ケース。iPhone 5ちゃんがですね、結構これ落とすんですよね。ちょっと見たらわかるんですけど、この辺とかもかなりなってますし、あと周りとかもですね、結構なことになっております。これ落とすからですね。はい。まあ、この辺とかもね、そう、まあ、これ落としたからっていうわけでかどうかわかりませんけども。ということで、同じタイプのやつだと思うんですけどね。はい。ですね。のブラウン。ヒゲ剃り。あ、そっちのブラウンじゃないですね。はい。ヒゲ剃りのブラウンではないですね。色がブラウン、茶色だよというね、ことでございますけども。はい。それはいいんですけど。さあ、こちらの方ですね、開けてみたいと思います。これ、金額はですね、この中に入ってませんけども、数百円だったと思いました。確か。で、送料が無料だったような気がした。当然、あ、こんな感じですね。その代わりですね、ちゃんと保護してるんですね。まあ、素材的にはまあね、そんな革とかいう感じではないんですけど。はい。ゴシゴシ。はい。ですね、まあいいんですけど、とりあえず思いつきでやってみましたけど、中途半端に。これ取ろう。iPhone ちゃんね、ちょっと取れないよね。取れた。取れないのがまあね、いいんでしょうけどね。これ取れなさすぎ。取れた。取れました。これをはめます。下ネタか。はい。これをですね。バッチリ。5S オン。ぴったり。OK。で、全く一緒ですね、これね。ですんで、今まで入ったこのね、カード類ですね。7個カードなどなどですね。入れ替えようと思います。あと名刺とかですね。入れ替えます。はい。おや。はい、ということで、いいね、ブラウン。本当はですね、もっと派手な色とかも好きなんですけど、まあ、とりあえずね、今のとこ、なんかデコレーティブなやつあるじゃないですか。ああいうのもいいなーなんてね、実は思ったりなんかしてるんですけど。またね、これに飽きたら、あるいはこれがまたボロボロになったらですね、ちょっと変えてるときにはですね、ちょっとまた、レビューしたいかなと思います。とりあえず、iPhone 5S ケースでございました。ありがとうございました。